木下家貞は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての大名。備中国足森藩初代藩主。足森木下家初代。晩年は出家し、法名は、清英、天文十二年、杉原忠氏の長男として生まれた。父は、婿養子で、その妻である、朝日殿の終わり国朝日村にあった実家に住んでいた。家貞の聖母は、帽子とも言う。 はじめ杉原孫兵衛を名乗っていたが、妹尾根が、木下東吉郎の妻となったことから、秀吉の立身に従ってその家人となり、義定の姓である木下を名乗った。木下姓を称するが、秀吉と地のつながりはなく、意味なお家さだと改めた時期や経緯については、不明である。また通説では、妹の尾根とややは、朝の長勝の幼女となっており、 朝の長政も議定にあたる。十枚にあたる運テラシっーンを性質とするが、先に、家女とされる女性との間に、歌人記念長少子として知られる長男勝都氏を設けて、おり、その後、性質との間には、次男利母、三男、信都氏、伊豆小林、伊豆秀明など、着所合わせて八王まであった。武将として活動した記録は特に見受けられないが、 天正十二年に、家継が亡くなると、秀吉の一門衆で、筆頭格となった。天正十三年に、橋場秀長が、山和郡山城に移ると、張馬姫路城に城代として入った。天正十五年九月二十四日、張馬国内に一万千三百四十一国を、加増され、従五位した、肥後守に助任されて、橋場姓を与えられた。 ついで寿三に、中納言に除され、豊臣政を可視され、秀吉が創生して朝廷より、菊切りの門を授けられている。文禄四年八月十七日、姫路城主二万五千国に加増された。しばしば、大阪城の留守教を務めたが、その際には三男の武都氏が、姫路城の城代となった。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、東軍、 西軍のどちらにも組みせずに中立を保った。家貞は、大阪城を出て、大井の御門近くの京都新城で、妹の高台委員の警護を務めていたが、本戦に西軍が敗れた後の9月16日、大津城の戦いから戻った、立花重茂が2000の兵を率いて刑に入り、三城、三行町二陣を敷いた。 そうしは使いを出して、関ヶ原の役は御子息の秀明が約束を破って、東軍に属したがために、石田三成は敗北したと聞く。貴殿が、太公の恩を忘れず二んなしというならば、私の兵と共に、大阪城に籠城して、秀頼様に忠説を尽くすべきだと誘ったが、家貞は、大政師匠を守護するのみである。大阪城籠城については、今の状況では、 判断できない。改めて相談しようと断っている。徳川家康は、幼少の姫路を、娘婿の池田照正に与えるべく、慶長6年、備中国足森に左遷した。しかし家貞は両国には下らず、京に住んで出家した。慶長9年7月2日、二法院に除された。慶長13年8月26日、家貞は死去した。 去年66、臨済州県仁寺達中上皇院に葬られたが、高台寺にも高台院が築いた供養墓がある。母大寺の上皇院には、晩年の家貞を描いた肖像画が残っている。没後、高台院が文法の約束を破り、医療を勝都市に全て与えたために、勝都市、利亡兄弟で医療が争われて、 所領没収の浮き目にあったものの、大阪の陣の戦後に、リボが領を服して、足盛藩となした。また三男の武都市も文護国に出藩を開いたが、領藩は、廃藩地権まで継続した。ただし、いつお明の岡山藩は、むつぐ断絶となっている。ありがとうございます。